ジルリとはどうだったんですか。あの子はね、審査委員長でなんかポカやった。あの子はちょっとおバカさんをしたんですよね。なんか一応仲直りしたみたいなニュアンスのこと。ああ、そうもう許してあげましたけど、っていうか、私先ほどの話になりますけどね、何でも挑戦するの好きじゃないですか、はいはいはい、もう70過ぎてから始めたポールダンス、もうももなんか真っ青になる、週2回かな3回かレッスンして挑戦して大変だったんですよ。であれさんまさんの番組でしたよね。で1位になったんですね。おお、2回目も1位になったかな、忘れましたけど、で3回目も1位 になるっていうか、もう技術がどんどん高まっていって、こんなこともできるようになった、あんなこともできるようになったっていう感じでいたんですけど、さんまさんがこう振ったのがいけなかったのかしら、彼女に、はい、1位決めなさいみたいなこと言って、はいはい、彼女その場で言わなきゃいけなくって、本当だったらスタッフの人たちがずっと私についてきていて、その練習から何から全部取っていて、ところが彼女が1位に選んだのが、はい、何でしたっけ、レスリング、アニマル花まぐりか、アニマルさんね、はいはい、お腹丸出しにして、もうこうしてここにへのへのもへじ書いていやらしい歌歌ってやったんですよ、うんうん、その人1位にした、それを夫人を、ねね、どうしたですから、もう番組としては私を1位にするべき、週に2回の、3回のレッスンも一緒に来てましたし、それも朝早くから高めてってたわけですよ。だからもうその番組自身ももうそこで切れちゃう、だって悪いけどわはははとか出てきて、でお腹をゆすってこのへのへのもへじって書いて、その人を1位にする何にもない、だって他にも十数人の方たちが競ってるわけですから。理不尽言ったんですか、これでおかしい。いや、そんなこと言わないですよ、言わないけれども、もうそこで私はもうこの番組出ませんっていう。使えるんですかね、これリアルすぎて結構有名な、だから私が出る番組には彼女は出さないみたいなことをずっとなったんですけど、私がもう別にまあ何とも思ってませんよって感じで。